吉田さん、こんにちは。お金を稼ぐっていう言い方が適当じゃなかったら、やっぱり誰かのお役に立つってことなのかなと思うんですよ。で、結果的にお金が稼げるっていうことなのかなって捉えられるんですね。私も結局そのビジネスを通じてですね、人からお金もらおうと思ったら、お金を払いたいぐらいにその人に貢献することっていうのは、これやっぱ不分率なんじゃないかなと思うんですよ。最近はね、私 FX の教材出したんですけども、どうしても FX を攻略したいって方向けにこの商品が出ているから手に取っていただけたんではないかなと思いますし、そこにやっぱりね、妥当な価格がついているっていうのもポイントですよね。例えば私の FX の教材がですね、500円でしたって言ったら、これはね、逆に売れないような気がするんですよ。500円ぐらいしか教えてくれないの、500円分の価値なのみたいな。で、逆にこれが50万だったら、50万っていうのがたちまちお金払えないよってことになって難しいと思うんですよ。だから、いい寝頃感っていうのはあると思うんですよね。そしてその寝頃感っていうのは、それまでのお付き合い、私とその情報を取ってくださってる方のお付き合いの中での信用度に関わってくるのかなと思うんですよね。で、私ね、気がついたら5年間も FX の相場解説を毎日やってるんですよ。で、相場解説っていうのは、これからこういう動きをしますよっていうふうにチャートに図を書いてるんですよね。それをずっとやってるんですよ。じゃあ私の動画を見た方が、確かに久保さんは書いた予測図の通りにその後チャートが動いてるなと思えば、どうやってこんな予測ができるようになるのかなっていうふうに興味を持っていただいて、やっぱ期待していただけると思うんですよね。で、逆にですね、私がずっと相場解説をして予測を図を書いてるのがいつも外れていたら、この人に教わってもダメだってことになると思うんですよ。で、そこに対して、私がいつも情報を発信している中で、投資をやる、投資を学びたいって人から最初にお金を踏んだくっちゃうと、投資に使うお金がなくなりますよねっていうこととも齟齬が起きないように、柔らかい金額とかね、何々をしたらこういうふうな割引が受けれますよっていうふうに開示をしておくと、あ、自分の立場のこと分かってくださってるなっていう形で、申し込みをいただけるんじゃないかなと思いまして、今回もね、20件ぐらいお申し込みいただいたんですよね。前回初級編が45名だったんですけども、今回は20名、21名か2名ぐらいだったと思うんですよ。もう一人ね、ちょっと悩んでる方がいらっしゃるんで、1週間ぐらいね、お待ちしてるところなんですけども、やっぱこういうふうにして誰かのお役に立てるような商品をリリースしていくっていうふうに私もね、今年やってるのは、吉田さんが結局ね、売り上げを立ててるっていうのも、誰かの視聴者さんの、お役に立てているっていうところがそこに確実にあるなと思うんですよ。で、それを別の言い方をすると、金を稼いでるって言葉になるんですよ。でも金を稼がないと、これね、語弊があるでも何でもなくって、私の子供は生まれてないです。まずはね、家族を持とうとか結婚してみようってお金がないと思えないんですよ。逆に言うと、私はですね、結婚するためにお金を稼がないとなっていうふうに思ったのが40の時なんですよね。で、そっからスマホアプリセミナー20時間とか見に行ったりとかね、なんか100時間セミナーみたいなのもついで見ましたけども、ああいうのとか、実際に私がなんか10万円ぐらいだったかな、忘れましたけども、なんかお金を払ってセミナーを見に行ったっていうのは、自分にもこれをマネジメントできるかもしれないなと。とりあえず自分が参加者として、参加者目線で運営者の姿を見るところから学んでいこうかな、コピーしていこうかなと思ったんですよね。で、それからまんまと山口陸さんのね、セミナーと同じようなことを今度は自分が主催者としてやることによって、取り戻していくっていうかね商売の連鎖が始まるわけですよ。私はその時ね、ちょっと思い出話になりますけども、広島でアフィリエイトとかネットビジネスってものが、言葉はあったけど何なのかわからないっていう疑問に対して、私がまさにね、いいタイミングで答えれたんだろうなと思うんですよ。そして自己アフィリエイトをはじめとするネットビジネスの概念を広島にブワーッと広げてね、その地盤があったからこそ YouTube セミナーだとか転売セミナーだとか、その各種、いろんなね、ネットビジネス系のセミナーが広島に入った時に、結構広島集客が楽だったと思うんですよ。で、私もたまによその県から来た人のね、そういったセミナー行ったんですけども、何や、なんか知った顔ばっかりじゃないか参加者みたいなねそんなこともあったということで面白いなと思います。ただ今ね、ネットビジネス系のセミナーとかって広島であんまりやってないんですよね。ブームが去ったんでしょうかね。で、ブームが去ろうが、ブームがまだ来てなかろうが、
やってるのは結局私だけってことだと思います。まあ他にもいると思いますけどね、うん、まあということでね、いつ見ても振り返ればやつがいるって感じで、私の周りにはいつもね吉野さんがいるんじゃないかなと思いますね。金を稼げ、まさにね、金を稼げイコール誰かの役に立てというふうに私には聞こえてしまいます。それではいってらっしゃい。